そうですか、はい、考えてないと思いますし、とにかく先に絶対点をやらないぞというお互いのその気持ちだけは一緒だと思いますね、まあ、確かにもう牛島さん、ここまで来たら中2日だの3日だのも関係ないですし、そうですね、まあ、その登板感覚の問題じゃなくて、はい、投げ負けたくないって絶対思いますよね、ここまで来たら。そうですか、はい、まあ、まあ初めからそう思ってるんでしょうけども、うん、やっぱり不安はあるんですよね、不安、あの感覚が短いと、でその不安はもう払拭されてるはずなんですよ、まあ、あとはもう絶対に、投げ負けないっていうね、1番奈良木です、頭の上、だからこういういいピッチャーが投げて立ち上がりいいな、全く手が出ないなと思って、だいたいその6回7回ぐらいですよね、打席だった時に多少ボールと落ちてくるんですよね、どうしても疲れて、はい、だから本当の意味でのこの2人の投げ合いはここからが勝負なんですよね。あ、そうですか、特に7回ぐらいがね、あのピッチャーきつい時ですから、その先発ピッチャーの6回7回、牧原さんいかがですか。ね、まあ、まさにあのやっぱりピッチャー投げる時って5回まで絶対投げたい、はい、勝ち星をつけるイニングですよね、はい、2回ぐらいまで投げたいと思うんですよ。そこからやっぱりある程度意識して相手も打たれないなっていろいろ考え出すのがちょうど6回7回あたりなんで、うん、ですからそれまでにやっぱりピンチがたくさんあればやっぱり消耗をもっと感じるんですけど、まあ、両投手とも本当に無難に来てますからね、まあ、本当にあとは精神力だけでしょうね、まあ、ただ考えているのはやっぱり立山も含めてヤクルト選手 もう負けたらね、はい、明日からゆっくり休めるわけですよ、うん、もう負けちゃったら 休まざるを得なくなるわけですから、はい、そう思えば今日頑張るしかないですよね、だからそういう気持ちでやっぱりブルペン陣も含めているんじゃないでしょうかね、ブルペンも今日はまだ立山のピッチング見てるとそんなに騒がしくはないでしょうけど、はい、もう言われたらすぐ僕が投げますというようなね、うん、そういう気持ちでスタンバイしててほしいですよね、まあ、今ブルペンの話がありましたから牛島さん、はい、そうなるとやっぱりこう頑張ってる2人次どこでスイッチするのかというのはこれ一つのポイントまたなってきますよね。そうですね、なかなか変えづらい内容ですからね、ただやっぱり少しずつ、何らかの形で出てくると思うんですよね、あの、はい、やっぱり立山の場合血行障害がありますよね、はい、で、あの荒木のところでボール抜けた球が出てますし、はい、でボールチェンジしてくれとかって結構ナーバスになっていると思うんですよね。あ、そうですね、はい、さあここでフォアボールのランナーが出ました。こういうことですね。そうですね、だからやっぱりそこら辺の、投球を見ながら、はい、になると思うんですよね、初めてフォアボールを与えましたマウンド上の立山、あの中2日なんですが前回が2戦目で真中津に、槙原さん、この時は少しコントロールが悪いって話がありました、はいはい、そうですね、まあ、あの短いイニングで抑えという形でしたんで、ちょっと力勝負に行こうという気持ちもあったと思うんでね、はい、ボールはばらつきましたけど今日は一転してその落ち着いた投球でここまで来てますからね。ここまでの立山クライマックスシリーズご覧いただいていますが、先発をしてブルペンでのスタンバイというのがありました。そしてその後11月3日抑えで2回、この時森野にホームランを打たれました。で今日中2日で先発に当てている、さあここランナーを出してからどういう形で攻めてくるのか、そしてどういうピッチングをするのか注目です。おそらくここは、ね、シーズン同様送ってくるんじゃないですかね、はい、次はあの相性のいい森野ですからね、何かが動くかもしれないこの6回、まあ、ですから牧原さん、あのフォアボールのランナー、まあ、これ、ね、注意って話がありましたけど、そうですね、まあ、今ヤクルトの方はバント守備の体型だとかそういうどういうふうに守るかっていうことをね、はい、盛んに指示出してましたけどね、0対0が続いています。明日なき戦いが続くクライマックスシリーズファイナルステージ第5戦、牛島さん、あまりドラゴンズはこう普段通りの野球を、まあ、普段と変わらない野球をする変えないというのがありますよね、はい、そうですね、まあ、このファイナルに入ってからものすごい硬い野球をやってきた、はい、なんかこうこの試合のね、はい、あの当日戦で試合が動かない、うん、ワンアウト一塁でこのケースで動いてきそうな流れをなんか掴もうかみたいな感じはありますよね。この6回辰巳さん、この6回いかがですか。
そうですね、送ってくると思ったんですけど、ね、シーズン中ほとんどこういうケースバンドですからね、はい、ただ井端選手も非常に今状態そんな悪くないですからね、うん、一番ドラゴンズでも右に打てるのが上手い選手ですから、まあ、なんとかランナーを進めてくれるという考えと、はい、まあ、うまくいけば1・3塁というケースになりますからね、うん、なかなか一つの2アウトからのチャンスでは点が取れないというふうに、ね、見てるかもしれないですよね。送るという構えはありません。さあそうなると牧原さん、この立山としてもこの後苦手な森野も控えてるわけですよ ね、 そうですね、まあ、ただ後ろのバッターを見てもしょうがないですからね、はい、まずは、この井端をなんとかアウトを取るということを考えていかないとですね、はい、やっぱり点を取られるとヤクルトは、まあ、同点でもダメなわけですから、1点を取られればやっぱり2点は取らなきゃいけない状況に陥るわけですから、はい、ヤクルトは今このところ3点しか取れてないことを考えれば本当に点数を与えるというのはもう負けに近づくわけですから、ランナーを出しました立山、まあ、ですから5戦迎えていますが、4戦目まではこの先取点を取ったチームが試合を福島さん優位に進めたわけですもんね。そうですね、はい、ただ最近その荒木の盗塁というのはあんまりないんですよね、はい、まあ、ツーアウトになったらもちろん発生ケースがあるんですけど、ね、ちょっと前であればワンアウトでもノーアウトでもね、うん、いいところで走ってましたからね、こういったところで何か仕掛けてくる可能性もあるわけですか。もちろんエンドランもどっかのカウントであるかもしれないんですけど、意外とそのシュートボール借りに来てゲッツー取りに来た場合に、はい、詰まりすぎて、ね、ダブルプレーにならないと思うんですね、打球が、うん、緩くなってしまって、はい、今のボールですね、ランスライクです、はい、だからキャッチャーの相川星も井端はその落ち着けてくるってこと分かってますからね、やっぱりあそこのボールは絶対使ってくると思うんですよね。この後は森野が控えています。牛島さん、荒木コーチが慌ただしく電話してますね、ブルペンと。そうですね、明らかにこのイニングね、荒木に抜け玉あったフォアボール出したという部分で、はい、ちょっと抑えが効いてないのかなというような感じに見えますからね。あ、そうですか、はい、中2日でマウンドであった立山、この回は苦しんでいます。ここ十分エンドランをやってきても面白いケースですからね、決してボールを投げれるカウントではないですから、はい、マキャラさん、やっぱりこの0対0ランナーが出た何かこうきっかけ掴みたいですよね、きっかけ作りたいですよね、うん、そうですね、まあ、立山今ちょっとアップになった時にちょっと肩でこうね、はい、息してるような感じありましたんで、うん、まあ、牽制も含めていろいろやらなきゃいけないことがランナー出すと増えましたからね、はい、ここでは再三再四にわたって牽制球を送っています。仮に、ね、万が一エンドランが出てると、考えて2球牽制されるとやっぱベンチで考えるんですよね、はい、受けるキャッチャー相川です。ファーストに荒木が出ています。カウントは2ボール1ストライク、まあ、動きには絶好なカウントです。ただいつもであれば、ね、結構送ってるケースなんですけど、このように、ね、はい、カウント1、2ボール1ストライクになった時に相手がこう、うん、走ってくるんじゃないか、エンドランがあるんじゃないか、まあ、考えさせてプレッシャーかかってますからね、はい、それだけでもやっぱ大きいですよね、牧原さん、今でもちょっと抜け気味のボールなんですかね。まあでもカウントといいますか、ストライクが取りたい場面でちゃんと取れてるっていうのはね、うん、はい、大きいですよ。これワンスイングしたくなかったケースですから、まあ、ちょっと抜けてはいますけど、高かったんですけどね、ストライク取れてますからね、うん、はい、ランナーが出ています。0対0が続いています。一番空振りのドラゴンでは少ない選手ですからね、ここからでもやっぱり十分、エンドランというのもね、はい、かけやすいんですよね。最低そのランナーを進めてくれるだろうというね、はい、足の速い荒木がファーストランナーです。
動いてくるか。アライバの 1,2 番、まあ、ドラゴンとしたらね、井端がその見てくれて、ね、3ボール2ストライクになることが一番いいんですけどね。はい、いっぱいになった名古屋ドームです。ベンチが慌ただしくなっています。三塁側です。ランナー走る、打つ、大きな当たりは なんと井端の先制ツーラン、呆然立山。まだ見つめています。吉見に援護点が入る。ソーラシの名古屋ドームです。立浪さん、はい、すごいバッティングでした。で、今エンドランだったんですけど、なんとか上から叩いてこう強いゴロを打とうという意識が、ね、ちょうどこ うまくバットの角度があって、ね、素晴らしいホームランになりましたよね今。はい、立山ここまで踏ん張りました。しかし立山交代です。